元気出していこう、てっちゃんねる。元気出していこう、てっちゃんこと荒川哲也です。川島みるです。元気出していこう、てっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学の学長で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に、病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に、さらには大阪から関西を盛り上げようという番組です。はい、今日も最後までお付き合いください。この番組は小野薬品工業の提供でお送りします。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい、小野薬品。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、今日のテーマは前回に引き続いて冒険と食の話を聞いて大阪を元気に、パート2ということです。はい、今回もゲストは日本料理研究家の谷口博之さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。2018年までは辻調理師専門学校の特任教授もなさっていました。前回は谷口さんが開口たけしさんについて、もう世界中冒険しながら料理を作られたという ねお話を、もう壮絶な、そうなんですよ、伺ったんですけれども、まあ、ここからはですね、辻町で長年教授を務めておられました、まあ、日本料理研究家として現在も活動しておられるんですけれども、具体的にどのような活動をされていらっしゃるんですか？学校の時は授業で、まあ、主に懐石料理とか、日本料理を詳しく説明するっていう、和洋中と全部スペシャリティが分かれてましたんで、一人の先生が和洋中教えるわけではなかったんですね。ですから私はもう和だけ、てっちゃん先生のね、一代にも教えに、そうです、講師で来ていただいてる、お世話になっておりまして、生活科学部に栄養学科っていうのがあってね、そこでやっていただいてる。ありがとうございます。で、専門になされてる日本料理なんですけど、ユネスコの無形文化遺産に登録されたのが、2013年ですね。そうなんですね。和食というので、そうです、そうです、はい。和食がですね、まあ、無形文化遺産って正直に、まあ、言い方悪いかも分かりませんけど、やっぱり郷土料理とかがどん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 こう衰退していって、日本でももう若い方がお味噌汁飲まないとか、お米からどんどん離れていってるとか、そういうので、このままいきますとね、もうやっぱり日本食っていうのがダメになっていくに違うか。実はこれフランス料理も全部そうなんです。どこの国も同じような抱えてまして、ファーストフードとかインスタント食品とか、そういうことでですね、食育というのがこれを同時にスタートしていくんです。私主にその食育を、退職してからもいろんなところでお話しさせていただいたり、それから実習もお願いされたらやってるんですけど、できる限りその1匹の魚を全部使ってという、ほとんど魚屋さんでおろして皆さん買ってこられるし、テレビの番組見ましてもほとんどが切り身やから、笑い話ですけど、今の小さい子、魚は切り身で泳いでると思ってるとか。本当ですか？嘘のような本当の話です。いや、でも私も切り身で買うもんですから、この魚はもともとどんな姿、ね、だったって言われると、マグロ、鮭、ね、サバぐらいは分かりますけど、前回お話に出たオヒョウとか分からない。ですもんね。私実は魚買う時もみんなアジの一匹でもイワシでもみんな姿で、その代わり鮮度がそこそこいいもん買いますよ。で、おろして、骨まで、ものによって鱗まで全部使いますから、要はゴミがないんです、SDGs にもつながっていきますし、だからもしよかったら一遍アジなんかね、一匹お買いになって、難しくありません、今ネットでもおろし方なんぼでも出てますから、ちょっとおろされたらね、まず骨や頭が出てくるでしょ、それで出し取るんですよ、お塩しての牛塩汁です。うまいですよ、子供たち、それも栄養の塊みたいなもんですからね。それから身は鮮度よかったお刺身 OK ですし、煮て焼いて、でうちなんかそれを木寿司
これ関西は通じますね。おすじめ難しいないですやん。切り身にお塩して 2,30 分経って汗かいたら洗って今度お酢につけるわけです。それでできるんですか。そして昆布に挟んどいたらもう次の日から食べれます。 2,3 日は絶対大丈夫です。先生できる気がしてきました。そうですよ。ものすごく簡単そうに聞こえてきました。そのまま冷凍もかけれるんです。はい、鮮度のいいうちに全部すじめまでしてね、昆布に巻いて冷凍しとくんです。それで生姜と近いでしょ、値段上がっていくじゃないですか、中央市場も。その頃、ね、サバヤとかいいものを冷凍解凍してすじめしてますから、それで棒寿司とか木寿司とか。てっちゃん先生もお料理上手ですもんね。どうですか、魚さばいたりとかお家で。あの最近ね、僕あの県イカに凝ってて。県イカ、うん、いいですね。県イカそのまま買ってきてね、あの自分でさばいて冷凍にね、あのもできるし、そのまんま刺身にもできるし ね、 あの美味しい、あのあれコリコリした感じがね、いいですね。だんだんこの家時間が長いと、皆さんだいぶお料理に興味を持ってこられた方が、はい、昔はしんどくって料理してらしたのがこの頃なんか楽しくって、そうですね、ですから私らの仲間の道具屋さんの道具屋さんも本物が売れていくんです。どんどん本当のだし巻き巻く鍋とか、はい、もう旅行も行かないしお金もね余ってくるから、いいもの買おうか、道具にやっぱりね、そうそうお金かけようかってことになりますよね、でそういう方の講習会やったりするわけです、そしたら本当に一匹魚買って全部ご自分でやって、でその味堪能されてるから、そのまましちゃうんですね、どんどん。そうするとどんどん楽しくなっていきますよね。僕はあのこの間栗拾いに行ってね。いいですね。それで栗をあのその湯がいてで皮むくの大変ですよね、あれ大変やけどもね、それで栗ご飯食べたらね、すごい美味しかった。美味しいですね。今最高の過ごし方かもしれませんね。でもそういう意味では健康的だという意味でも、世界中から和食って注目されてるんですよね。その通りです。和食の良さってどういうところにありますか。やっぱりね、出汁なんです。はい、あの今度どっかでおっしゃってください。バチッと喜ばれますから、日本料理を一言でおっしゃっていただきますとおっしゃったら、そうね、引き算の料理かなとおっしゃってください。引き算の料理、足し算引き算の引き算の料理。だし汁をご覧になって分かるんですけど、日本料理は昆布とカツオで、あれまあ料理番組では取るとおっしゃるんですけど、プロの世界ではだいたい調理場の中は出汁は引くって言うんです。出汁を引く、はい、はい、一番出汁を引くって言います。っていうのは考えてみたら、昆布はあそこまでなんのに2年間海で育てて、その後干して時間かけて旨味成分出してくるわけですよね。カツオなんて取れてから1年かかるわけです、あそこになる。ですから10分なんです、日本料理の出汁汁は。昆布入れて沸いたら、カツオ入れて、そんな出汁を引ける国は日本しかないんです。あとは全部水、鶏の殻とか野菜とか、そうです、ね、そこの国も全部そうですよ。それ足し算なんですよ。日本料理は、はい、旨味だけを抽出して、昆布もカツオも水分で利子がついてザルの上に戻ってくるんです。なるほど。それで下に琥珀色の、あの旨味の塊が出てくるわけですね。ですから旨味って日本語なんです。あ、そうですね、はい、でないんですか。ないんです。英語に旨味って、旨味ってない。あの、もしこれから外国行かれたら、世界中5つの味の一つは旨味で、ローマ字で書いてあります。旨味って。でも私らね、やってる作る側からしたら、だしもう振り込んで出すだけじゃないですか、そこまでにものすごく手間かけて作り上げてくれてるっていう、今度から引くとおっしゃってください。わかりました。だしを引きます、一番だしを引きますとこうおっしゃっていただくとプロ用語になっております。ありがとうございます。でもそれで健康にもつながる、だしの旨味でね、味も薄くても美味しいですもんね。で日本料理っていらないもん引いちゃうんですよ。例えばタケノコやったら米ぬか入れたり、鷹の爪入れて塗って、あのえぐみ抜いたりしてね、それであと美味しいだしに調味料入れて煮る。で油脂がいらんのですよ。油脂、油、はいはいはい、はい、だいたいあの美味しくしようと思って油いるんです、ラーメンでも何でもそうですけど。でも日本料理のお吸い物は昆布とカツオのグルタミン酸とイノシン酸
の相乗効果の液体なんですよね。でこれを外国の方、私はもう退職して4年経ちましたけど、在職中ももう留学生の数が毎年どんどん増えてくるわけです。辻町に、それはプロの方が世界中からうまみを勉強しに来る。なるほど。は和食すなわちうまみを求めて、はい、そうです、世界中から来るんですね、うん、はい、美味しい出汁を引かれたらね、はい、塩も薄口醤油もほとんどいらんのです。出汁そのものがうまいから。そうすると塩分は控えめ、油はいらない。ですから実は日本人しかうまみ成分発見してないんです。百数年前にグルタミン酸が秋田さんでしたがね、味の素になった、そうそうそう、味の素です、そうです。それの後に今度はあの鰹節から出てくるんです、イノシン酸が。でそれから50年ぐらいですかね、今度は椎茸からグアニル酸、知らんうちに食べてて、どんどんうまいうまいに食べてたのが実は訳があって、その成分があって、でそれをバラバラでみんな口がしてからみんなうまみ感じれたんです、でも後で分かったんですが、イタリア料理もフランス料理もみんなうまみの塊なんですけど、油脂が入ったりバターとかいろんなもんが入って足していきますから、もうその何がどのうまみというのがなかなか想像つかんなと思うんですよ。昆布だしもうまいですよ、カツオのだしも美味しいし、それ合わせたら 7,8 倍になりますし、そんな風にしてどん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 倍で増えていくんです。ですからあのそうめんつゆとか、あのめんつゆが美味しいのもそういうことですね、ご理解いただけると思うんです。授業聞いてるみたいな。そうです、なんか和食の素晴らしさっていうの再発見ね、今回はできました。次回ぜひあの試食ありで試食ありでね、ゲスト来ていただきたいと思います。ぜひぜひ、はい、今日は、谷口博之さんに、和食の素晴らしさについて語っていただきました。ではてっちゃん先生、今日のまとめの一言お願いいたします。はい、まあ、魚の料理の話できたからね、できました、はい、だから魚の料理とかけまして、うん、魚の料理とかけまして、何と解きましょう、喜劇と解きます。喜劇と解く、その心は三枚がポイントです。うまい、うまみが出ておりました。ありがとうございました。来週もお楽しみに。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。元気出していこう、てっちゃんねる。はい、番組では皆さんからのお便りも募集しています。健康についてのお悩み相談、てっちゃん先生に聞きたいことなど何でも結構です。メッセージをご紹介させていただいた方には、てっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本を、そして1名の方にてっちゃん先生が開発した携帯用のパーティション仕切っちゃを差し上げます。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2で、てつアットマーク obc1314.co.jp、 ファックスは 06-6577-0301、 おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらでお待ちしています。また番組のホームページからは過去の放送すべて聞くことができます。よかったらアクセスしてみてください。元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島アミルでした。それではまた来週。この番組は小野薬品工業の提供でお送りしました。お聞きいただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。